デイリービルの山根です。本日はジャーナリストで麗澤大学教授の佐々木瑠衣さんを招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。静岡県の川勝平太知事のね、はい、話をしていきたいんですが、はい、2週間ほど前にね、そうですね、この話題は佐々木さんと扱いまして、でその後、はい、川勝氏がこう辞表を提出したと。で細川ガラシャの辞世の句をね、出ましたね、読みまして、散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ、人も人なれ、あ、覚えてますね、と読んだところですね。さすがですね。これ細川ガラシャの、これ子孫からクレームがついたっていう、どちらにクレームがついたんですか。川勝です。ああでしょうね、一緒にするの当たり前ですよ。本当時世の句をね全部紹介するのもね、本当にはばかられますよ。自分で自分に酔ってんじゃないですかね、あれ。最後までやっぱ飾ろうとしてね、キザというかね、かっこつけたいんでしょうね。今君に聞かれて口をついて出てきたので、前の晩からずっと暗唱して練習してたと思いますよ。はっきり言ってもうバレバレじゃないですかね。ちょっとやめてほしいですよね。で、まあね、川勝氏のことですから、もう最初ね、その失言問題あったじゃないですか、完全にその、農家の方々、製造業を見下した発言、その直後にその辞意表明ということでね、といってもその、ある種ミッションコンプリート、そう、リニアをね、開業を遅らせたから、これで、ね、一段落ついたというようなね、辞意表明だったわけですけども、でも川勝氏だから、これ前言撤回もありえるぞと思ったんですけど、さすがにこれはね、そうですね、もうなさそうだと。あの時確か2週間前、私たちの間では、これ、辞めるって言って、てるけど辞めないかもしれないぞと、そうそう、でそれは見ていかないといけませんよねっていう話だったですよね。ええ、辞めましたよね。ええ、では、そのポスト川勝がどうなるかという話なんです。いや、そうなんですよね。で、その辞め方にも問題があって、本当だったら彼はもう6月、夏のボーナスをもらう権利のある6月のその議会を待って冒頭、それで辞めるなんつってね、今辞めろよなんてみんなに言われてて、で実際なんで今辞めたのかっていうと、これが次の選挙に有利だからですね。それは自分の選挙ではなくて、自分の後継にあたる、言われてる鈴木康友さんという人が、元浜松市長が、いらっしゃるんですけども、これね、知名度あるわけですよ。鈴木自動車のをバックにした、川勝さんと同じバックにしてるんで、ほいでその浜松ですからね、地元では知名度がある。で、知名度のある人にとって選挙期間が短いというのは非常に有利なわけですよ。はい、で、逆にそこそこの知名度があっても、選挙準備にはやっぱ時間がかかるじゃないですか。で、6月なんて悠長なこと言ってると、みんなその自分のライバルたち、川勝さんが自分で後継だと思ってる頭の中の、で、鈴木自動車の鈴木治相談役が後継だと思ってる鈴木康友さん、が不利になる一方なんですね。な、6月なんつってると。って言われて、多分浜松一の高級料亭で、鈴木治さんに言われたんじゃないですか、川勝さん。ですね。で、もうすぐ辞めるなんちゅう話してね。会見やって、それで話ができてたんだと思いますけれどもね。で、その後継と見られるその鈴木康友さんというのはどういう方なんでしょうかね。川勝氏が後継にね、もう押すぐらいですから、あんまり良くない方なのかなと思います。川勝さんには後継指名なんか全然できる、権利も何もないんだけれども、もう鈴木治さん印ですよね、相談役のね。だからもう川勝さん以上に鈴木康友さんという元浜松市長っていうのは、鈴木治相談役、現鈴木自動車の相談役の息のかかった方であると。だからもうもう一期浜松市長やりたいって言った時に、お前は引っ込んだろみたいな形で、降ろされたりとかですね、現実でも出ないとかですね、全部鈴木自動車鈴木治相談役の意向通りに動く、パペットな感じですよね、操り人形なんですよね。で、この静岡の問題がローカルな話じゃないというのは、やっぱりリニアの話があるわけですよ。そうですね、 JR 東海のね。というところで、リニアがその2027年開業、一応断念ということで、2034年にね、伸びるとも言われてますけれども、そこがどうなるかっていうところで、その安友さんがなった場合、よりね、より加算以上にね、鈴木相談役、修相談役がブレーキを踏んで、それに忖度して鈴木康友さんが仮にですよ、県知事になった時には、やっぱブレーキ踏んでくるんじゃないですかね。川勝以上ですか。そうですね。そんなことはあり得るんですか。あり得ると思いますね。こんだけぶったたかれて、この野郎と思いがね、鈴木修自動、相談役の中、頭の中にもあるかもしれませんしね。これ、鈴木修、鈴木自動車の方ですね、その相談役の方のリニアを止めるという、このモチベーションって何なんですかね。川
川勝氏は、うん、まあその習近平とかね、中国共産党愛を結構表でも語ってましたけど、まあ、ありましたし、なんかそっちなのかなと思うんですけど、鈴木さんはどうなの？ちょっと待って、まずあの川勝さんはね、はい、まあ整理すると、まあ、鈴木治相談役が、はい、まああの JR 東海の亡くなった葛西さんの、はい、との怨念があって、はい、まあそこからあのまあ私憤をですね、うん、リニアにぶつけてたっていう話もあって、はい、でそれに忖度した川勝さんがまずリニアに反対した結果、これは中国共産党もあの日本をライバル視してるんでやったぜみたいなね、はい、一石二鳥だったわけですよ、川勝さんにとってみれば、じゃ順番としては、まあ、鈴木治さんが鈴木治さんがありというか最初だったんですね、あって、うん、あってでそこにもともと中国愛を隠さなかった川勝さんはこれはあの中国も様にも喜んでいただけると、はい、でこれ日本のリニアを止めれば中国は開発競争で、まあ、日本の技術ですけれどもね、うん、あれであの長距離の商業運転これ実現したらですね、これ輸出できるわけですよ、いろんなところにね、うん、そうすると日本 の, あの商売上がったりになってしまう、うん、で勝てて加えて軍事技術転用可能なの電磁カタパルトにもなるような技術ですから、これはあの非常に一石三鳥ぐらいになるわけですね、うん、あの利的行為としてはでそういう川勝さんにはメリットがあったんだけれども、じゃあ鈴木康智さんはどうなのかっていうと、もうこれはもう中国云々っていうのは出てきてないんで今のところ分かりませんけれども、うん、これ鈴木治相談役の意のままに、うん、もう川勝さんで一応止めたけれども、またあの経済諮問会議でね、うん、骨太方針に予定通りやるぞって言ってるけれども、これはもう潰していかなきゃいけませんね鈴木相談役みたいな、ね、話になってくるんだと思いますよ、うん、でこの辺がね、同じ YouTube でやってる須田慎一郎さんね、うん、結構独走状態で頑張ってらっしゃると思うんですけども、うん、彼が第2の川勝って言ってますけれどもね、うん、第2どころじゃないですね、モンスターですよ、うん、川勝さんを超えたもっと巨大な化け物鈴木康智さん、出てくると思いますね。告示前だからちょっと言っちゃってますけどね、ガンガンね、これは大変なことですよ、本当にその相談役の方の鈴木さんは、鈴木治さんは葛西さんとの支援で、うん、で国家プロジェクトを止めてるんですか。でもそれはもうなんか川勝氏と比べるのもあれですけど、うん、それもまた非常にいや、あのね、器が小さいというか、うん、あまりに小さい、姑息で、その辺はですね、私鈴木自動車にもですね、候補を通してあの取材を申し込んだんだけれども、はい、答えられないということでしたね。だから本当に JR 東海のね、葛西さんとなんか確執あったんですかと、経営の中とか言われてますけど本当ですかとか、で実際鈴木自動車の本社見るとね、北には新幹線が通ってて南には在来線があって、在来線の本当踏切渡らないと鈴木自動車の正面玄関入れないなんて言ってね、本当に東海、JR 東海に囲まれているようなところがあって、でそこは高架し、まあ高架とか地下道かとかね、いろいろ在来線の方については鈴木自動車からJR 東海の方に働きかけたみたいなんですけれども、なんか JR 東海に剣もほろろにされて、うん、その怒りがリニアにぶつかって、葛西さんへの恨みと、うん、リニアのブレーキ、リニア建設妨害工作につながってんじゃないのかって言ってる人がいますけれども、本当ですかっていう質問をしたんですけれども、まあ予想通り答えられませんっていう話でしたね、うん、で実際静岡朝日テレビですか、これはテレビで報道してますからね、他のメディアが報道しないのがおかしいんですよ、じゃあ静岡の地元、うん、何に遠慮してんだと、それ虚像に怯えてんじゃないんですかって、虚像でスポンサーとしてね、広告費も出してもらう、で付き合いも長い、うん、でもっと言うと自分の会社のメディアの先輩も社長クラス会長クラスがもうずっと歴代鈴木治相談役が会長で社長の頃からね付き合いだって言ってね、言えないでいたのかなと、だったらもうね新聞記者やめた方がいいですよ本当に、という、すいませんちょっと興奮してしまったんですけども、怒りがね収まらないですね私はね、うん、じゃあその川勝よりもっとこう偉大化したモンスターなのであれば、その鈴木康智さんがこれは絶対ね阻止しなければならないと思うわけですよ、うん、そうですね、対抗馬って考えたりするんですかね、うん、その自民党と言いますか、どうですかね、まだ自民党はあからさまにしてませんからね、ちょっと私もうかつなことは言えませんけれども、元副知事の大村さんっていうのはね、うん、出てきてますけれどもね、まあ、事実上大村さんとこの鈴木康智さんの戦いになってくるのかなという感じはしますけどね、うん、で大村さんは静岡県ってまあ他の県に比べたらの話ですけど、ちょっと横に長かったりして、うん、伊豆の方の東部があって、静岡市の中部があって、で浜松市のね、西部なんかがあったりしますけれども、その大村さんは中部の財界の後押しがあるっていうようなことは言われてますけれどもね、あれは鈴代グループですか。あ、そうですよね、そういうことですね、清水エスパルスを応援している、まあ、そうですよねクジラの CM のやつですね、そうですよね、うん、
まあ、そういう地域的なその色っていうのも、まあ、ついてるし、まあ、そういう戦いにもなってくるのかもしれませんけど、いや鈴木さん強いと思いますよ、鈴木康友さんはね。いやなんかもし鈴木康友さんになったらまたウィルも引き続きこのリニアの問題をやっていかないといけないのかと、まあ、ずっと ね敵を倒したらもっとラスボスが出てきたみたいな。いや本当ですね、まあ、本当のラスボスはその鈴木康友さんなのかもしれないですけどね。いや、まあ、そうですよね。鈴木治さんも今体調悪くてね、うん、記者会見なんかできるような状態じゃないし、なんか筆談だっていう話ですけれどもね、うん、まあちょっとここまで私も含めて言われてる以上はちょっときちんと自分の意見を、うん、明らかにしてほしいですね、うん、だってリニアに反対って言ったんでしょって話ですよ、うん、じゃあなんで反対なんですかと、おかしな話ですよ、もう勘弁してくれ、これ国府、うん、国の富に関する話なんでね、この一企業がね、しかも静岡でステルスで、こうやって政治家ですよね、県知事って言ったらね、市長もね、政令指定都市の、操ってたっていうのはね、おかしな話ですよ。うん、腐ってると思いますよ、これ。まさにこう、まあ、老害って、ね、老害ですよね。いいと思いますし。老害じゃ済まないですね。うん、老害じゃ済まない。これ、牧之原市長なんかはね、これは犯罪だって言ってますよね、川勝さんのことをね。うん、犯罪に等しいと。うん、でも、これね、月刊ウィルでも、6月号で書きましたので、ね、口下手なもんですから、詳しいことは月刊ウィルをぜひ読んでいただきたいと思うんですけれども、これどれだけのね、金が無駄になったかですね。これはね、京都大学の藤井聡先生もですね、ちゃんとね、国土交通省と調べた結果、試算した数字を出してましてね、それは名古屋と大阪間の話なんだけど、結局品川はまあ東京です、東京名古屋間が遅れたら名古屋大阪間もこれだけ2倍3倍遅れるよっていう数字をね、ちゃんと科学的データとして出してるんですよ。それを踏まえるとですね、じゃあ7年遅れ10年遅れって言ったらね、これやばい、数十兆円のね、損失になる、経済効果の損失になる、まあ、でしょうね。経済効果の損失もそうだし、実際の公費に関しても調査費についてももう追放に帰すわけですから、私は国が責任持ってどれだけの損害が出たのかちゃんと計算して、うん、静岡県と川勝知事ですね、これを私は告発してほしいですね、うん、損害賠償請求訴訟やってほしいと思いますね、というレベルだと思います。だから牧之原市長もそういうことを言ってるんだと思いますよ、うん、犯罪っていうのは、これ大ダメージですよ。これこちら北海道の人とか九州の人関係ないわけじゃないですよ、同じですからね、これね、国の財布っていう意味では皆さん一緒なんで、これ一静岡の話じゃないんですよ、はあ、私もなんかもう最近ここ数年はもう静岡県出身って聞くと、川勝のところねってね感じになっちゃう、完全に、ね、県のイメージダウンですよ。そうなんですよね、まあ、鳥取って言ったら、まあ、石破茂ってのもいるんですけど、あ、ね、だから、うん、これで静岡県民の皆さんにおかれましてはね、うん、だいぶこれ静岡県白い目で見られてますよ。結局はやっぱりそれでも、川勝氏をねずっと再選させ続けた責任でもあるんで そうですね、そこはもう勘弁してくださいと、もうこれやめましょうよと、うん、ぜひ考えていただきたい。で、で、この後に及んでね、川勝知事はサービス精神の旺盛な人だったとかね、うん、どこの新聞とは言いませんけれども、そういうことを書いてるトンチンカンな記事も出てたりしてね、うん、いやもちろん川勝さんのいいところありますよ、なんか防災対策だとかね、うん、なんだとかっていうのはやってて、そこはそれでいい部分もそれあるんだけども、今そのリップサービスでサービス精神が旺盛だとかね言ってる場合、それ書いてる場合じゃないだろうって私は思いますよ、うんうん、どこの新聞とは言いませんけれどもね、うん、はい、静岡の新聞ですね、うん、まあ、静岡に、まあ、支局、言っちゃった、そういう新聞ですよね、うん、といったところでね、はいはい、今月下旬発売のね、うん、ウィル6月号ではそのあたりのね、はい、詳しい、そうですね、佐々木さんはもちろんこのね口も非常にこう、まあ、本当私もねちょっと気合い入れてね、取材しました、はい、かなり取材した上で のじゃあ今まで取材しないで書いてたのかって言われちゃうとそんなことはなくて、はい、さらにバージョンアップした形で気合を入れてですね、うん、取材して書きましたので、まあ状況はね刻一刻変わりますけれども、うん、まあその本質はまあ捉えているとは思いますので、はい、ぜひ月刊ウィルもですね見て読んでいただければと思います。はい、ぜひお楽しみ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。